田辺啓二の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズ。ビデオズ。田辺啓二の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズ。こんにちは、作曲家の田辺啓二です。はい、もうここのスタジオ見ただけであそこだなって思う人はたくさんいると思います。はい、もう早速、本日のゲストをお呼びします。本日のゲストはこの方です。どうもー。いいと思うかよ。自分でかよ。はい、サックスプレイヤーの竹上芳根さんです。どうぞー。お願いします。さてさて、この動画いろいろなね人となりを聞いていくんですけど、はい、そもそも最初の楽器はピアノとかギターとかだったんですか？いや、いきなりサックスです。あら、しかも高校2年生からスタートがちょっと遅い。でそれまでは何か音楽とかやってた？全くやってないです。じゃあなんでサックスを始めたの？音を聞いてやっぱピンときちゃったんだね。それは なんかこう、有名なこうアーティスト、洋楽のアーティスト、まあ、我々の世代だったらスネークマンショー。なんでスネークマンショーなんだよ。あ、そうですか。いい音とかわかんないから、ボエボエみたいなこういうのを聞いて、そうそうそう、なんかこれはみたいな、これはもうこれで食うみたいな。しかもこれで食う、食うみたいな、あのスタイルで。いや、あのスタイルだとまあ食えないけど。まあそうね、こうテナサックス、アルトサックスとかいろいろあるけど、それ何を最初選んだんですか？最初はアルトです。アルト、最初はアルト。それは知らないで、それもうアルトって分かってて、あの大体アルトから入るって教則に書いてあった。なるほど、じゃあアルトかと。最初買ったのはね、ヤマハで、ヤマね、やっぱり、まあ、20万前後。まあ結構ちゃんとしたのを買ったってことだよね。プロモデル。そう。プロなの。まあそれはもうあれか、もうやるぞってことだからね。けど教則を買ったら、うん、ヤマハ初心者向けって書いてあって、あ、ダメだ。騙されたと。セルマーっていうの買ったんだ。そうね。ああ、なるほど。そこからまたバイトです。でもいきなりやって、なんか教則本とか買って練習したの？ああ、まあヤマハの教室ちょっと行って。行って、うん。ちょっと教えてもらったり。うん、で、まあ、高校卒業してからは、うん、専門学校。専門学校。ああ、なるほど。あ、音楽ね。うん。ああ、なるほど。それで、はい、まあ、じゃあそういうふうに、誰かにこう、指示して、なんかこう、やるようになったと。やるようになった。まあ、でも、じゃあ、その、食っていくっていう、その、ジャンル、っていうか、世界はやっぱり、ジャズだったの？もちろん、ジャズミュージシャンになりたかったんだけど、うん、当時は、その、楽器吹いて、お金がもらえるっていう方が、うん、インパクトが大きかった。なるほど。うん。で、あれ？アイドルのバックバンドとかでも、うんうんうん、お金もらっちゃったが気づいてっていう方がすごい、だからその自分の中で大きくて、うん、その時は誰かこうなんか有名な先生とかっていうかにこうついついた。サックスの師匠が宮本大郎さん、うん、あ、もう亡くなりになってますけど、うん、で、作曲が三宅淳さん、三宅淳さんっていう、まあ、もう先生ですね。今やね、今やね。あ、なるほど。でその人がちょろちょろ持ってくるプロジェクトに、うん、ちょっと吹いてよみたいな。ちょっと今じゃ考えられないね。そうね、なんかね。そう、まあでもとはいえ当時三宅さんも20代だったから、ね、そっか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 。まあなんか友達みたいな感じで、うん、その学校のみんなとビデオ、うん、映画見たり、うん、音楽聴いたり、うん、なんかそんなような感じで過ごしてたかな。じゃあそれやりながら、でも専門だから2年ぐらいでしょ。うん。で、その後、まあ、あと三宅さんのねアシスタントやってたの、うんうん、坊や的な、フォーカスライトを運んだりとか、ね、あ、 ISA を、うん、じゃあその卒業しても宮崎さんのなんかアシスタントはそのままやってた？いや、ね、卒業してすぐ、うん、まあ温泉場、あ、あの営業っていうかね、営業みたいな。あ、なんかよくあるのが、その何箱番とかではなく、そのどっかのキャバレーとかディスコの箱番じゃなく、そう草津ね、渋い。じゃあ演歌やったの？演歌っていうかね、歌謡曲、歌謡曲どっちかというと着物着るっていうよりかは、うん、どっちかというと、まあ、演歌に寄ってる歌謡曲、ムード歌謡ではない。そう、まあでもまあそういう感じね。まあなるほど。じゃあそれをやって、どのあの来る人はこう有名な人が歌いに来るの？一応ね、紅白9回で出たとか、とかね、まあ、あえて名前は言わないけど、うん、あ、いい、うん、まあ僕がやったの二方。なるほどね。あ、じゃあもう決まってんのね、その来る人は。そうだから紅白に何回出たかっていうのがそういうステータスで、なるほど、出ましたぞ。それで、うん、まあいろいろ営業だよね、うんうん、営業でいろんなホテルとかいろんなところでやる、うんうん、まあ箱番、そのハウスバンド。なるほど。それいくつ？20代？二十歳。近いでしょ。渋いな。どれぐらいやってた？なんか聞かせて。2ヶ月。
もう違うと。もうね、うん、全然違う。あのね、こう、いわゆる休憩時間とか一生懸命ジャズとかフュージョンとか聴くんだけど、うんうんうん、ふと気を抜くとね、うん、イントロがこう流れてきちゃう。もうこう入っちゃうね。わりかし最初に一番大きいのでこうやったこうツアーとかっていうのは誰で、アーティスト的には。あ、有名なのはドリカム。あ、ドリカムだよね。あのワンダーランド的なもの。ワンダーランドの初回と、うんうん、その前の、はいはい、ワンダースリーっていう3枚目のアルバムのツアー、うんうんうん、ツアーでだよ、ね、40本ぐらいだったな。じゃあそれは結構こうわりかし長い目のツアーでプロでみたいな。それはこう自分の野望的にはもう、まあ、良かったんだよね、そこでね、うん、そうだね、まずじゃあどんどん、ね、それで金もらってプロになろうってい う, うとりあえずまあ食ってくっていう目標があったからね、うんうん、なるほどね、これで食うって感じ、うん、でそのエンジニアの友達がいっぱい多かったり、うん、して割と見ててね、見てた、うんうん、でそのマイクとかもすごい勉強できたし、うん、そこですごくノウハウも吸収できて、うんまあ、いろいろ興味があって、うん、でもいろいろあっちこっちさ、うん、そのこう手を出していくと、うん、まあ、切るよね、本業のこの楽器の方がおろそかになっていってしまうのがまずいと思って、うん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 、じゃあ点と点を線にして一番いい形ができるのは何かなって言ったら、あ、演奏をこう、うん、まあ、ただアレンジしたりもそうだけど、うんうん、まあ、自分の持ってる機材で撮って、まあ、データで渡すって、それは後から形になったんだけど、まあ、最初はそんなこと考えないで、持ってる機材持っています、僕は楽器を吹けます、でそういうこうコンピューターミュージック、コンピューターで音楽を制作やってる先輩たちがいますと、それで「竹山ちょっとソロ吹いてくれよ、ちょっと時間が合わないから」だっと、でそれで撮ったやダットを素材を、うん、返して LR を、うん、あのカタちゃんクリック、カタちゃんソロで、ソロの入り4つ前からクリック入ってますから、うんうん、で向こうはそれをまたダットから取り入れて貼り付けてっていうのが、まあ、データの日の割と最初だったかな。早かったねそれね。でもその時点でこういうマイクとか自分で買って、うんうん、スタジオにこれと撮ってくれエンジニアに行って、ああ持っててね、よくバカにされた、うんうん、あのボーリングの人じゃないけど、うんうん、もう前マイク持ってきたぜみたいな、うん、ああ、でも一応それなりのものは持ってってたんでしょ。持ってってた、これとか持ってってたし、うんうん、結構ね、タケちゃんって早くてこうスタジオ、前スタジオというか、うん、でね、こう撮ってるっていうイメージが、こう機材を揃えて、じゃあそういう風に自分のところで撮ってやろうっていうのは思ってて、それで時代がまあね、あと90年代後半ぐらいになってくると、こうハードディスク、まあ自分で撮ろうと思ってたというよりかは、うん、まあサックスプレイヤーとして、うん、まあなりわい、それをこう吹くことをなりわいにしてる俺がいて、うんうん、でもマイク、とにかくマイクが好きで、うん、ギャラが入ったらマイクを買ってたの。ああ、それはいいことだよね。で、うん、マイクを買って、うん、マッキーにつないだら、うん、あれ違うと、違うぞ何が違うんだっつったら、やっぱ HA、 マイクプリアンプね。ああ、なるほどね。で、友達に、うん、いや、ニーブの1位を借りたら、うん、これこれ、あ、聞いたことあると、そうそうそう、うん、これじゃん、なるほどね、って言って、うん、どんどん集まっていって、うん、で、全くそれとは別に、うん、曲を作ったり、コンピューターは、うん、コンピューターとして打ち込みをやっていて、うん、でそれがまあ、さっきの点と点、うん、線じゃないけど、うん、まあ、なるべくしていって、うん、で、ちょうどね、そのあたりから、まあ、アレンジャーのクリエイターって今言われてる人たちとブラスを書くのは苦手になってきてたんだよね。あとやっぱね、ブラスはやっぱすごい人付き合いもあったり、人によって出るレンジも違うから、友達呼んで失敗するっていうこともあり得るの。確かに。なのでその辺をコーディネートやっぱ何回もやっぱ失敗して打率を上げていって今があるみたいな感じで、なるほどね、ごめんねっていう現場もいくつかあった、うんうんうん、その昔は。だから仲良くなってさ、うん、じゃあもうやろうぜやろうぜってやってみたもののね、ごめんねみたいな。そうだよね。だから基本的に誰を全部って言わないもんね、集めてねみたいな。そうじゃない、最初はだからそれぞれ集められて、うん、俺が集められたうちの一人で、うん、誰がイニシアチブ取るか分からず、そう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 、とにかく吹いてるって感じだったのが、うん、まあやっぱこれ誰かまとめないと、うん、まあそこスポーツとかと似てるんです、うん、チームだからね、うん、セクションだとね。ああ、なるほどね。でこう、うん、
コントロールの向こうで、うんうん、誰も首を縦に振ってない動きがないぞと止まってるともう一回やろうぜああそうか、そういうじゃあスタジオでやるのもあるけどこう自分のところでやった方がゆっくりできるなっていうのもあるっていうのもあるね。あのね、より細かくできるというか、そう、ここでのメリットっていうのは、うん、ここでこう3人並んで、うん、3人とか4人並んで吹くんですよ、うんうん、ここに画面があるじゃないですか、うん、そうね、みんなここの状態、うん、誰が遅いか早いかもうねもうね、こう見てわかる、もう何も言わないでもね、何も言わないでも聞く前にね、わかるもんね、あ、みたいなね。昔のスタジオだと、うん、ちょっと遅いんですかって言って、うん、ちょっとタイミング遅いんですって言われると、うん、何とカチンと来る人って、そう、そうだね、そこでこう無駄なこう、そうね、10分20分ねかかっちゃうもんね。そうそうそう、あ、それがね、こうだね、それが波形で見ればね、もうみんなパッと吹いたら癖になる、あ、俺かみたいなねあ、ちょっともう一回みたいなね。あ、そっかそっか、だからあれか、だからこそスタジオでのクオリティを確保しつつ、その納得いくまでこう精度を上げてやるってことができるようにっていうのを目指していったってこと、ね、そうで、しかもね、合ってることが全てではないから、うんうん、確かに確かに見てずれてるけど、うん、これはあれだよねっていうのもみんなでねいうのも、うん、割とこう冷静に判断できる、よりだから音楽的な音楽的ことね。ああ、そういうことか。だからクリックとどうずれてるかっていうのももう見てわかるし、うんうん、まあ、本当はね、ミュージシャンだったら耳でやれよって言うんだけど、うん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 、やっぱ圧倒的に早いし、そうだよね、もっと別なところにね、神経をね、持っていけばね、そう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 、もっとね、うん、いいところに、うんうん、進んでいって、うんうん、いや、なるほどね、こう、俺たちしか分かんない細かいところに、うん、まあ、時間を費やすよりか、うん、ここはパッパッと、もっと大きいとこやって、うんうん、時間があれば戻って、ここ詰めようぜみたいな、うんうんうん、そういうこともできるようになったし、うんうんうん、それで、まあ、それで、まあ、90年で、まあ、そういうのが多くて、2000年超えてからまたちょっと何か変わった？2000年の境っていうわけじゃなくて、うん、まあ、そこはこう緩やかにシフトしていくんだけど、うんうん、やはりその、まあ、自分のチームで、うん、自分のチームって言っても、うん、もう誰もかもがチームというか、うん、やっぱジャズの演奏、うんうん、ジャズのソロ頼まれたら絶対この人、うんうん、とか、やっぱそれはこうアンテナ張っていったり、うんうん、息のいいやついたら紹介してくんない、うん、で、まあ、ちょっとリハトラで試してみてよかったら使ってみたりとか、うん、まあ、育てていきながら、うん、まあ、外のスタジオでも使いながらここでも来てもらったり、うん、あとやっぱね、このなんだろう、時間、うん、明日の1時から来てください、うん、明日ダメなんですよねっつって、うん、あ、じゃあすいません、またお願いしますか、ちゃんとこう切られるよりか、うんうん、できる時間で来週までにどっかでやっといてくれ、うん、っていうと、うん、こう時間的な余裕で人も集められるし、うん、まあ、いろんなメリットがそうかある、うん、クオリティも損ねないでいいし、うん、まあ、そう、まずスケジュール断らなくていい、うん、だから最初の人はダメで、うん、その次に呼ぶ人もダメで、うん、その次もダメだと どんどんクオリティが低くなっていってしまう、うん、それはみんなにとっていいことではない、うん、じゃあいいことっていうのはやっぱりちゃんとした人、もしくはこう伸びてるやつ、うんうん、適材適所な人を呼んで、うん、これいい形でやってもらうと。なるほど、はあ、まあ、それにはやっぱ時間をね、ある程度融通を利かせるっていうのはやっぱ一番、うんうん、あとはそのこう選定した機材でいい状態で撮れるっていうのも、まあ、いわゆる一つの選択肢、うん、武器っていうかね、武器、うん、なるほどね。じゃあ結構もうずっと、じゃあ今はその何かどんどん変化していくっていうよりは、より精度を上げてそのいい品質というかっていう方に向かってるってこと。グラスをこうどうやって書いていくかわからない、うん、まあ丸投げしてもらって、うんうん、それで基本的にはデータで返したりもする、うんうん、でそれを繰り返してると、うん、そのアレンジャーができるようになる、できるようになっていやそれはそれでいいのよ、まあね、そうだね。だからまあ、よりそのなんだろう、まあ、生って当然人件費とか人が動くからね、お金かかるけど、まあ、その分ね、まあ、いろいろなところで節約してこうやりますよみたいな感じもあるもんね。そうそうそう、うん、まあ、あと例えば、まあ、最近やってる多いのは、うん、まあ、コンサートでブラスを入れたいと、うん、で、まあ、もちろん曲、この曲あるけど、うんうんうん、ワンマスが譜面を書いてくるなんて今ないじゃん。そうね、うん、だからまあ丸投げなわけですよ、うん、メンツを集めて、うんうん、まずパートフを作って、うんうん、で、例えば
この曲とこの曲にはあるけど間2曲抜けてると、うんうん、で、まあ、バラードだったりアコースティックだったりしたら、うん、はけてもいいけど、うん、ステージ上にいてくれと、うんうん、でそういう時は何かしら書いてあった方が良かったです。うん、それはブラスをこう書いてしまう。ああ、じゃあそんなにその、うん、ここはブラスが入りますよっていうブロックを作って、うん、でアレンジをして持っていって、うん、で例えばね、うん、例えばその前後の2曲がデータを一緒に走らせますよ、うんうんうん、でデータを一緒に走らせますよ、うん、で音が分厚くなりますよ、うん、間の2曲はちょっと薄くなっちゃう、うんうん、でそういう時はリハ終わってから来てもらって、うん、ここでそのデータを作ってまたじゃあそれも同じ音圧するように向こうで貼っ付ける、うんうんうん、でコンサート終わりました。で大体グラスが入る現場っていうのは、うん、今パッケージになることが多い、うんうんうん、でパッケージになる場合、うん、データくださいと、うんうん、でこっちに来たらやっぱ当然間違えてるところを直して、うんうん、直した状態でまた返して、うんうんうん、これでどうぞ製品化してくださいっていう、うん、だから入り口から出口までちゃんとね管理できてね、ちゃんと管理するようにしてる。そうか、だからは早くからそのプレイヤーとしてなんだプレイヤーっていうのはやっぱり一貫してあるんだけど、その中でこうよりやりやすくするためにスタジオ構えたりこういうシステム構えたりしてるってことだよね。そうでね、プレイヤーとも全然ブレてなくて、うん、それをやりやすくするために他のこともやってみたりってことだもんね。そっか、やっぱりこう進化していく人って結構多いんだけど、こういろいろ変えたりとかね。でもタケちゃんの場合変えずに外堀を埋めてこう武器を多くして、うん、そうだねって感じだもんね。だから今ねこれ見てる人もそういうやり方もあるぞと、変わっていくばかりが全てじゃないってことね。だからやっぱりその最初にプロになってそのプレイヤーとしてこう食っていこうとっていくためにはどうしたらいいかっていうのをちゃんとやったってことだもんね。分かりました、ありがとうございました。編集難しいぞ。それではお気に入りの機材を紹介してもらいたいんですが、まあ、タケちゃんといえばもうこの辺のマイク、そしてマイクプリなんですが、ちょっと紹介してもらえますか。こっちからか。 47FET、はい、これ、ね、僕大好きなマイクで、はいはい、どういいかというと、まあ、すごく安定してるんですよ、うんうん、でかい音にも耐えられる、はいはい、僕この 47FET マニアと言われてまして、はい、計7本持ってます。これ今一番いいやつだね。なんとなくね、まああったやつか。いやいや、一番いいやつはね、はい、向こうにあって、うん、ステレオペアで、デッドストック新品っていうのがあって。なるほど。で、こちらもう4級です。4級ね。これはもうね、はい、もう名機というか。そうですね。僕ね、47チューブよりもこっちの方が多分真空管の違いもあると思うけど、うん、好きで、特にこれはね、個体差がすごく良くて、うん、みんなこれをリファレンスにして4級を買おうとしてる人が、うんうん、みんなこっちの方がいいから買うのやめちゃうぐらい、うんうんうん、すごくいい、ね、4級タイプ B っていうね、こうポコッとこう、うん、ウルトラマンの体みたいな、うん、出てるやつです、はい、で、こっちは269、はい、でね、ね、はい、まあ有名なのは67なんだけど、うん、67のね、まあ67もすごく大好き、うんうん、けどね、この2つ同じ真空管を使ってて、どうやらちょっとね、ハイの方にちょっとピークがあるんですよね、うんうん、そこがね、ちょうどサックスをやると管楽器のエッジを捕まえるのがうまくて、うんうん、まあ派手にはなるんだけど、うん、そのやっぱ真空管の違いか、こっちの67よりも、うん、269の音が好きなんですよね、うんうんうん、で、これらのマイクを通すのがこちらの1073ですよ、はい、これね、まあ、マイクプリの王者ですよ ね。これが、まあ、1、2、3、今 C5 とこっちのね、でヘッドの部分の1272っていうのも、はいはい、1272になってるか、あ、ね、まあ、趣味ですけどね、はい、いやいや、なるほど、分かりました、はい、ありがとうございました、はい、で、まあ、これらをもうプロトゥールスかよこれはプロトゥールス直です、はい、直ね、はい、もうパッチ返さずそうね、そっちの音いいからね、うん、分かりました、ありがとうございましたはい、さていろいろタケちゃんに聞いていきましたが、はい、いかがだったでしょうかという感じなんですが、ここ最近なんか長いツアーとかやってんですか。大黒摩季47都道府県ツアー、はいはいはい、まあ最中、まあ、最中、来年の6月6月までね、じゃあまだまだあるのでね、どこかでね見に行ってくださいという感じですが、はい、なんかこう自分の主催というかなんか、ね、我々AOR 部っていうのを AOR 部、AOR 部、本当に部、そうそうそう、はいはい、それが本気で AOR ナイトっていうのをね、ブルサレで、それオリジナル、あ、カバーやったり、もう全部カバーですよ、オリジナルカバーね、はい、5年の名曲たちをですね、やるんですね、はい、それいつあるんですか。2月13日、2018年の2月13日火曜日、はい、
ブルサレ、メグブルサレジャパンで、はいはい、あります。メンバーはですね、はい、リーダー、はい、増田貴拓司、はい、ギターの、はい、ベース種田健、はい、ドラムス小笠原匠、はい、パーカッション中島五郎、はい、キーボードが2人まして、はい、友成さんと宮崎裕介、はい、それで、サックスは僕と、はい、ボーカルが三谷康弘さん。なるほど、豪華メンバーで、豪華メンバーでお送りします。なるほどね、これもうチェックして、これ出てますんでね、はい、ありがとうございました。もうなんか着慣れてるので、ここがね、あのなんかちょっと落ち着いちゃいましたけど、はい、ありがとうございました。あの今日緩い回だな、まあでもこれいいのもあっていいんだな、わかりました。またあのね、なんか、あ、そうか、飲まないとダメですね。そうだね。はい、わかりました。はい、本日はサックスプレイヤーの、竹上義成さんでした。ありがとうございました。26949、47吹いてです。大丈夫。ありがとう。